はい、皆様こんばんは。フクロウの会と FOE ジャパンでお送りするフクロウ FOE チャンネル FFTV。 今日は、FFTV 高浜原発再稼働は基準違反、クレーン倒壊場所に電源車をお送りしますが、あ、そう、私は坂上さんに高浜原発のこの、クレーン倒壊場所に電源車の問題を語っていただきたいと思います。はい、どういうことかっていうですね、感じです。実はですね、今年1月に高浜原発でクレーンが倒壊するって思い出した、ひしゃげてた、ね、こういう事故があって大変だよね、でこれは、上から見るとこうで、まあ、2号機、ね、2号機のクレーンですね。だから、なんでこんなクレーンが立ってるかっていう と、高浜1号機2号機は40年を超えてるわけですよ、ね、で40年の延長審査っていうのは一応パスしたんだけど、ものすごい大改造工事が必要なわけです、ね、高経年化のあれを通るには。そうなんです。 でそのために、もうクレーンを立てて、これはまあだからずっと工事を続けなきゃいけないみたいなね、いう状況なわけですね、まあ、そういうのもあって、まあ、なんていうかな、原発の周辺の、まあ市がいくつかあるわけですけども、特にその京都府内かな、京都府内の、その30キロ圏の、まあ、市長さんが直接あるか分かんないけど、まあ、市の担当者が、地域協議会っていうのを5月11日開いたんですけども、その時もちょっとそのね、クレーンの倒壊の問題もあるし、関電の安全管理が心配だという本当だ、ね、その懸念の声は上がってみたいなね、でそんな中で今3、4、5機が、まあ、順次再稼働ということで、今日3号機が、あ、そもそもだっけ、あ、もうそんな、今日3号機再稼働、なんということでしょう、まあ、だからあと1ヶ月ぐらいしたらまた営業運転みたいなね。いや、それは心配ですよね、地元は、それでね、まあ、これクレーン倒れたのは2号機、でまあ、その1、2号機の工事のためのクレーンが倒れたっていう感じで、強風でね、で今再稼働が問題になってるのは3号機と4号機で、ちょっと離れた位置があるわけです、ね、で直接関係がないかなと思ったらですね、そうじゃなかったんです。そうじゃなかった、ものすごい関係してたっていうことがですね、クレーンの危険が、分かったわけです、でこれ実は関西電力が、これは規制庁に出した資料ですね。ちょっと細かいので、拡大しましょうかですね、拡大するとですね、これがさっきの1号機2号機があって、この赤いところはクレーンが立ってたところですね、でここのクレーンがニャゴニャゴニャゴニャとここまでなんか倒れてたみたいなね、いう感じなんですけども、この青いところですね、青いところに実は3号機4号機の下半設備、あ、出た、懐かしい下半設備、覚えてますか皆さん、あの、何年前、2年、で3号機4号機ってここにあるわけです、で要は下半設備って何かっていうと、要は新規制基準になって、重大事故対策っていうのをやんなきゃいけなくなったんですね、重大事故対策っていうのは要は普通に3、4号機がいろんな安全装置を持ってるんだけど、それでも炉心溶融とかね、そういう重大事故に至ったら、どうすんだってね、それを拡大しないようにしなきゃいけないし、まあ、格納容器から外に出ないようにしなきゃいけないみたいなね、でそのために、追加の安全装置っていうのを要求して、でそのうちのいくつかが下半設備って言って下半設備、まあ、まさにこういうね、なんかトラックトレーラーに乗っけて運ぶようなもの、ね、でこの3、4号機の、ね、その重大事故用の下半設備が実は1、2号機 の近くにも置いてあった、こっちに、というのはね、高浜原発とにかく狭いんですよ、敷地が、海と山の間に、もうそ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 う、
完全にだから半島の先っぽでもう周り断崖絶壁の海のね、うん、で山と海の間でかろうじてある平地にちょっとちょこちょこっと建てたみたいな感じで、うんうんうん、多分もう日本で 1,2 の狭さですね。あ、本当に、うん、だから多分 そういう、まあ、あの道路があって、うん、まあ、下半設備だから一応道路があって、うん、そのいざという時にこう動かせなきゃいけない、ね、それで、まあ、それなりにこう置いてあるスペース、うんうん、置くためのスペースが必要だというので、うんうん、で、だから、まあ、3、4号機のちょっと離れたところにも当然置き場があるんだけども、うんうん、その1、2号機の周辺にも置き場があるわけです、うんうん、なんでわざわざ3、4号機なのにこっちに置いて、あ、一応ね、うん、ある程度以上離さなきゃいけないっていうルールがあるわけです。あ、本体が事故った時に、そうそうそう、下半設備が使えないと困るから、そうそうそう、わざわざ離しとく、そうそうそう、だからなんかここでね、近づけないね、線量が高くて近づけないようなところに置いちゃったら運転手が運転できないみたいになっちゃうので、うん、あ、でもなんか3、4号機が重大事故った時は 1,2 号機も重大事故ってる気がするから話しても無駄な気がするけど、うん、それはなんかもう基準クリアできれば OK みたいなことね。そうなんですね、うん、あと、まあ、これ線量が高ければ消したいになるんですけど ね、 結 局、 ね、結局消したいになるんだけど、そうだよ、ね、まあ、それでもね、100メートル以上離して置いときなさい、うんうんうんね、うんうん、あと予備が、ね、置いとかなきゃいけないんだけど、うん、本体と予備も離して置いときなさいみたいな ね、 あね、じゃあ狭い中で頑張って狭い中でいろいろ配置したら、ね、で結局この、うん、青いとこ、ね、うん、ここ青いところにあってですね、例えば、うんうん、まあ、分かりやすい例を挙げると電源車、うんうん、電源車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 、どこに書いてあるか、 A がここにあるわけです。お、ここ、これくれんですよ、うんうん、ここに危な、ここに危な、倒れたら直撃、ね、あとここに2台、あ、なんかここでくれんです、危ない危ない、直撃直撃、これくれんです、だからここに予備が1台、あ、みたいなね、うわ、なんかクレーン、なんか原発が重大事故ってる時は多分クレーンも絶対無事じゃないと思うんですよね、うん、これ絶対危ないよ、うん、うわ、それでね、うん、この円が描いてあるでしょ、うんうん、円が描いていくつか描いてあるんだけど、これがクレーンが倒れた時の影響範囲なんです、これ全然全滅じゃんそうそうそう、あとタンクローリーとか放水砲もあるんですよ、あ、本当に、あ、水かけられなきゃお前はそうそうそうダメだよ、そういうものがあって、で特にね、うん、まあ、まあ、放水砲は予備なので、予備じゃないやつはちょっとまたねこの範囲外にあるんですけども、うんうん、電源車はね、うん、電源車は予備がここで、うん、A があって、うん、B があって、うんね、うん、あと、まあ、DB っていうね、まあ、もう一つまた重大事故じゃなくて、重大事故対策じゃないのにも使えるようにっていうのもあって4台あるんですけども、うんうん、で4台とも全部こんな範囲なんですよ、影響範囲なんですクレーンの影響範囲、うん、いや電源車落ちたらもうね、うん、電源がいかに大事か福島の時に、うん、それでね、でこんなんで、ね、大丈夫かっての当然問題になるわけ で、うんうん、で実はさっきのね5月11日 の、うん、その京都府の地域協議会ね、うんうん、その場でもまあ、いろいろ心配の声が上がったわけですね、うんうん、でそこで、関連が、ね、大丈夫ですって説明するんですけど、うんね、例えば地震時の倒壊評価、うん、ね、倒れたら、ね、うん、まあ、大型クレーンは震度6弱程度でも転倒しない計算で確認済み、お、ね、あれ震度6弱6弱まあだから6強でダメです ね、6強で倒れるって倒れるって言っちゃってるんですよ、 本当だ、ね、ある意味倒れますって言ってるんだけどね正直だな、ね、なお東日本大震災の大地震ではクレーン等が倒壊破損するリスクがある、うん、この場合でも、うん、原子力の安全機能は2つ以上の設備や機能を備えており、クレーン等の倒壊破損によって全ての安全機能が失われることのないよう、うん、クレーン等の配置使用を配慮している。マジでさっきの配置、うん、そんな考え抜かれてなんかすごい配置だった、わかんない、この4つだよね、クレーンの配置って書いてあるから、うん、このただ並べてあるだけだけに見えますけどね、何がどうなんだろう、まあ、だからね、例えば電源車は4、ね、3箇所か3箇所に分散してるから、うんうん、ね、多分まあ1個ぐらいダメでも、ね、あ、こっちに倒れてもこっちは生きてるぞみたいな、まあ、多分そういうことを言ってんだと思うんですけどね、あ、
でもこれは多分2つ2台あるから両方いっちゃうような気がするんですけど、うん、電源車2つね、うん、いやでもねそれはまあ実際に、うん、あの地震が起きちゃった場合ね、うん、起きちゃった場合にあのいやこれが倒れてこれが倒れてみたいになった時にとにかく1台残ってればなんとかね、うん、対応できますっていうのは、うん、まあ運用上はそういうね、うん、あのまあそれはそうせざるを得ないからそうするっていう話であって、うん、でも設計上は、うん、なんでねじゃあ3台も4台も置いとくのかっていったらやっぱりそれを置いとかないと心配だからでしょ、うんね、でそれがある前提で審査を通したわけで許可を出したわけですよ、うんうんうんね、あのクレーンによって潰される前提はない状態で許可を出してる、うん、だからねそこで、うん、いや1台ぐらいなくても大丈夫ですよって言っちゃいけないわけですよ。そうだよ審査書なんだと思ってるんだ、うんうん、それでねでこれやっぱりその審査のね要するに設計の問題じゃないかと、うん、運用上の問題じゃなくてね、うん、そもそもこういうふうに分散して下半施設を置いときますよっていうね、うん、そういう設計で、うん、3、4、5機の、ねうん許可をしてくださいって申請をしたわけですよ、うんうんうん、でそれで通ってるわけです、うんうん、でそれで、まあ、ちょっとそれで設置許可の基準ね、うん、基準に何て書いてあるかこの件についてね、うんうんうん、で調べてみると、うんまあ新規制基準の43条、うん、はい43条43条の第3項ですね第3項、はい、それはだから重大事故に対策の過半設備ね、うん、過半設備 を、どういう場所にどんなふうにどんなものを置かなきゃいけないかっていうのを定めたのがあるんですね、うんうんうん、なるほど、うんで第5項があって、うん、これは保管場所保管場所、ね、地震津波その他の自然現象または故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響設計基準事故及び対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管することでちょっと長いので、うんうん、この件に関わるところだけ取り出すと要は、うん、地震による、ねうん、影響を考慮した上で保管してくださいって、うん、短く言うと地震と6弱で倒れますとかそれで潰れますとか倒れるもので潰れますとか言っちゃダメ、うん、でそもそもね、うん、そもそも保管場所だから、うんうん保管場所に保管場所を選ぶときに地震の影響を考慮しなさい、ね、考慮しなさい、はい、でどういうことかというと、うん、例えば近くにクレーンみたいなものがあっちゃダメですよとそういう場所を保管場所にしちゃダメですよって言ってる、うん、あそうか、うん、地震の影響を受ける場所ですもんねそれはそうあなるほどで実際じゃあ審査の過程で何をやってるかなんですけども、うんね、これは審査の過程のねうんうんうん、でまあ3、4、5キロ下半設ってこんなふうにあちこちあるわけですね結構もうほんとみんな車だねうん、うん、それでまあ今問題にしてるのは例えばこれね電源車あ電源車こう3箇所にこう分散配置してるってもうこれ1、2、5キロ周りね、うんうんうん、分散配置してるんですけども、うん、だからそもそもこの場所ねこの場所が地震による影響を受けないかどうかっていうのはチェックしてるわけで、まあ、例えば岩盤がどうだしっかりした岩盤ね地盤上に置いてあるのかって、うんうん、でそれだけじゃなくて、うんだからこの周りにこの危害を加えるようなものがないか、うんねうんうんでそれはちゃんとあの審査の過程でチェックをしてるわけです、うん、チェックしてるんだチェックしてるチェックしてるんだチェックしてる なのに、ねうん、でその審査の時の書類がこれね、うん、審査の時の書類がこれで、うん、なんて書いてあるかっていうと、うん、周辺構造物の倒壊倒壊この中には鉄塔とか煙突も入ってるし、うんね、それから周辺タンク等の損壊、ねうんうん、で保管場所周辺には地震時の倒壊により過半型重大事故等対処設備の損壊と容易となる構造物及びタンク等は存在しないあ存在しないダメじゃんクレーンあっちゃう、うん、そうなんです、ねね、で鉄塔については、うんなんかね鉄塔基礎部の安定性に問題ないことを確認したとかですね、うんうん、あるいは万一、うん、鉄塔が倒壊した場合でも、うん、そのまあ鉄塔のね、うん、倒壊する範囲にはメンテナンスの予備用のものしかないから問題がないとかね、うん、あとこれは鉄塔なんですけど、うん、まあさっきより
とはちょっと離れた場所 ね、うんうんうん、ねだから、で保管場所、まあ、別のものが保管するようなエリアがあるんですけども、うんうんねまあ、鉄塔ってほら電線が出て、うんうんうん、で、ちょっと電線を張る、まあ、例えばこう鉄塔が立ってたこう電線あ、うん、ごめんなさいね、例えば鉄塔からこう電線がこっちとこっちに来てたらね、うんこのひとみちゃん今鉄塔、ね、鉄塔でこう2つこう電線があってただ、うんどっちの引っ張る力が強いかみたいなねあいう評価をして、うん、そしたら引っ張るのが強い方に倒れるだろうあなるほどこのそうそうそう、うん、それでまたちょっとこっち戻ってもらうと、うんうんそうすると倒れる方がこっちだ、ね、あなるほど事前にこっち方向に倒れるって分かるわけだ、うん、そうそうそう電線の張り方によってだからまあ多分影響ないだろうとかねうん こっち倒れるのはちょっと影響あるかもしれないとうんだから保管場所に影響なくてもこのルートね、うん、道路が塞ぐかもしれないとかね、うんうんうん、そしたら、じゃあちょっと別ルートでも行けるようにしましょうとかね、うんうんうん、まあとにかくそうやって保管場所とかねあとアクセスルートもそうなんだけど、うんうん地震によって、倒壊物を含めてね影響がないことを確認したわけです、うんうんね、せっかくね真面目に一個一個見たのに評価結果、うん、評価結果で、うん、これがだからさっき電源車のあったのが1、2号機なんです、うんうん、1、2号路の背面道路にも置いてありますね、うん、で周辺構造物の倒壊については該当なし、うんうんうん、要はクレーンなんか立ってないわけですよあそう、ね、この評価の時に、うん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 、鉄塔のね倒れる方向までちゃんと計算してるのにクレーンなんかどっち方向に倒れるか分かりゃしないそうそう、まあ、そういうのではだからそもそも、ね、保管場所の周りにそういう倒壊する危険物はありませんと、うんねでまあ、危険物、まあ、たとえ倒れたとしても、ねうんうんね、それが、まあ、例えば、道を塞いだりみたいなことがあったとしても、うんまあ、それが影響しないように、うんうん考えてるから大丈夫です、うんうんうん、以上みたいなねおうおうそれで許可を取ってるわけですよおそれが前提になっているにもかかわらず関わらずなんか今になって突然ニョキニョキと、うん、ニョキニョキとニョキニョキとこの危険物が現れて現れて、ね、で高浜1、2号機の脇にこう立ったわけです、うん、関節部にアタック、うんうん、そしたらね、うん、あの要はそんな危険物が、ね、危険物がニョキニョキと立ったところの脇がね、うんだから保管場所としてはふさわしくないところに電源車がまだ置いてあるわけです置いてある置いてあるぶつかる、ねうん、だからもしね今審査を一からやり直したら許可できないでしょ、うんね、該当ありになっちゃうよ、うんうんね、だから一旦そのね3、4号機の再稼働止めた方がいいんじゃないですかとそうだよ、ね、審査書をみ、ねまあ、再評価してもらえばいいと思うし、うんねうんうんうんあるいは保管場所変えるとかね、うんうん、その工事これから本格化すると言ってるんですよ、うんうんうん、ガンガンやりますまだやりますみたいなまだ序の口ですって言ってるわけですよ関連は ね、 ねだからちょっとそういう問題が今浮上してきて、うんうん、でこの件について今度、うん14日来週の水曜日に、うん規制庁と交渉します政府交渉します11時からちょっと早いんですけどおうおういつもより早いんですけど11時から参議院参議院101ってちょっと広いです ね、 おねよしじゃあ皆様ご参集ください、はい、ぜひ来てくださいどこか乗ってるこれから乗せますやります、まあ、今ちょっと一応先方とはこれから調整中っていう感じなんですので、はい、調整中、はい、またあの明日以降だと思いますので、うんうんうん、ガンガン拡散しますので拡散して、はい、来ていただいてということですねはいわかりました。なんか分かりやすく問題点が分かりやすいね。ダメじゃんって感じだね。はい。というわけで、はい、高浜パートは以上でした。はい、じゃあちょっと、数分準備ができ次第すぐ始めますので、一回切ります。次は、はい、安定要素材です、はい。では、しばしお待ちを。はい。よし。ああ、クレーン倒れる。倒れる。